地方町田ゼルビアさん。スタジアムからの道が混みまくって2時間以上かかる模様。帰宅難民やぬ。駅まで歩けよ弱者どもが。の津田の名が全国区になってしまったか。町田のチベットだぞあそこは。町田なんか東京都内を名乗れるならどこでもいいから住みたいって人が住む町田ろ。まともな人は住まない。こいつらのせいでモノレール超絶遠回りになるなら終わってるな。西武球場にも行かねえし終わってんな。たまモノレール立川に移転した方がいいわ。スタジアムに行くのが登山って言われてる市長だが、車でも行きづらいのが終わってるな。あの辺はとにかく道路が貧弱だから渋滞する。2時間待ちも渋滞が原因でしょ。とりあえず渋滞ポイントの交差点の右直の信号モードを変えるぐらいしか対策思いつかねえな。バス待ちする場所やばいな。なんでサッカー見るのに登山してんだ。秘境に並んでるのくさ。すごい行楽感がある。ハイキングかなう。夏とか頭上から比喩降ってきそう。こればっかりはどうにもならんな。